前回の動画で紹介した過去にあったヤバすぎる大会新速シングルバトル、お互いのパーティーの見せ合いはなく6体中1体を選出し、技の選択は10秒以内に行うというとんでもない環境で、そんな中ただ一人天才的な発想でメタを張り上位に食い込んだ人がいるので解説していきます。彼の名前はキノさん。実は同じく前回の動画で紹介したレジェンズオブラウンドやおみくじバトルで2位を達成、他にも様々な公式大会で毎回上位に組み込むスペシャルルールの天才で、構築力がとにかくすごい方なんです。そして彼の考察の結果、このルールではストリンダーが刺さることが判明、上位にはびこるポケモンの多くに有利を取れるほか、マキバグでの負けがないことと、こちらは不利な相手にもマキによる確率引っかけができることなどから、当時の環境では高範囲を咎めることができました。しかしそんな万能のポケモンにもどうしても勝てない相手がいる。そこで彼の生み出した天才的な戦法がこちら。そう、なんと己自身をローブ神にしたのです。戦術前に相手に与えられる情報はトレーナーネームとレートのみ、それを逆手に取り名前と持ち前の戦績で威圧し、苦手のポケモンの戦術を抑えることができれば確かに勝てるかもしれません。しかもこのためだけにわざわざ中国ロムでプレイするという熱の入りっぷり、効果があったかは置いといて実際に好成績を収めたのでした。さすがに天才すぎるだろ。